皆さんこんにちは。堀口製茶広報の石田です。さあ、私は今鹿児島県志布志市にある堀口製茶の茶畑に来ています。さあ、この音聞こえていますでしょうか。現在こちらでは春の肥料散布を行っています。この春の肥料散布、美味しいお茶を作るための大切な作業なんです。では早速肥料散布の現場をレポートします。まず常用肥料散布機のタンクに配合した肥料を積み込んでいきます。準備ができたらノズルから肥料を出して茶の木の根元に散布していきます。肥料がしっかり根元に届いているか、均等に散布されているか、この2点が肥料散布作業の大切なポイントです。また春の肥料は3回に分けて散布するんですが、タイミングの見極めがとても難しく、それが新茶の生育に大きく影響するため、スタッフの皆さんもいつにも増して真剣な表情です。以上、今回は茶畑の肥料散布をお伝えしました。皆さんも美味しい新茶をお楽しみに。